インシュタイン上津と上原孝子のウェーブジャーンク。ういこれくれ金。お母さんこれナス魚ナス皮むいたナス魚。うん、いやどっちでも食べるけど魚。さあ、ということで始まりました。こんばんは、ウェブジャンクですけども。結構気にするんですよね、上原さんってね。気にはしますよ。両方嫌いじゃないんですけど、嫌いじゃないんですけど、はい、魚だと思って、こう、衣の中あんまよくわかんないじゃないですか。天ぷらだから。確かにね。天ぷらだからって。俺の頭の中での話だけど。天ぷらだから。天ぷらって初めて聞きましたから。天ぷらだったんだって今。うん、そう、天ぷらなんだけど。はいはい、いや、たまにあんでしょ、こうさ、幕の内弁当みたいに頼むじゃんか。はいはいはい、そうそう、自分の中ローテーションみたいに決めんじゃない。これをメインにこう食ってこうみたいなね。最後にとんかつと思ったら魚だよ。ふざけんな、お前。フィッシュのやつね。お前じゃ4番は任せらんねえよ。何取り取ってんの、はいはい、お前みたいな、はいはい。俺はお前をトンカツだって信じてるから最後にラインナップしてんのに。はいはい、魚かよみたいな。まずくはないけども。はいはい。わかりますわかります。じゃあ何だったのこの弁当のメインは。ちくわてちくわてちくわてもうメインじゃねえ。2番バッターばっか揃いやがってよ。西武野球かみたいな時あるじゃん。怒ってますね。わかりますよ。そういうの。あります、あります。そういうの。ただね、僕は今日はこういうふうなエキサイトした形では伝えられない逆に怖いこととして、はい、大地震の恐怖について。急に重いなぁ、おい。あのね、なんすか大地震、大地震来んの？え、俺？これね、そう、僕はすごい思うんですけど、今世の中どんな雑誌を見ても、テレビを見ても大地震、大地震って言ってるじゃないですか。はいはいはい、はい。ね。そうね、大地震の話がすごい出るじゃないですか。はい、これをどっちに取るかなんですよ。何にみんなが、こう大地震って言うと食いつくから、こう、その、煽っとけみたいな。煽っとけみたいな。はいはい、で、こう、それでいて、大地震、経済効果。え、何すか大地震経済効果ってなんだ大地震がくるくるすれば地震保険に入ったりとか、ああ、なるほど。いろんな手回しのラジオを買ったりとか、はい、そういうのもあったりとかして、するから大地震大地震言ってるうちに、言うからみんなが食いつく、食いつくから言うの繰り返しで、もともとは根も葉もないようなことなのにもかかわらず大地震大地震言ってるのが一つ。なるほどね。はいはい。さらに裏を書いて言うと、はい、そうなんじゃねえのって俺みたいのがお高く構えつつも、はい、構えつつも、いや、でも、マジあったらどうするみたいなぐらいの温度で、はいはい、それぐらいの温度でパニックにならない程度の温度で、はい、ただ覚悟しとけよ、みたいな。あー、なる、俺持ってんぞと。だから政府はもう大地震が来ると思ってんだけど、はい、これをこういきなりに NHK のニュースとかで、はい、まあ大地震の可能性ですけども、みたいな。こんばんは。ちょっと、あ、ワックスだから、あ、そういうことでもですね、みたいな。そういうので、大地震。放送協会そんな風にしますそんなアナウンサー雇います今の。いや、アナウンサーもビビっちゃってるわけ、もうちょっとなんか、これ言っていいかどうかだな。言う前にちゃんと言わなきゃと思って。言うよ、でも急に脇の匂い聞いて。脇の匂い関係ないよ、だって。こう、ガッツポーズみたいに手挙げて。オッケー、何大きいか分かんない。ふざけてんだから、ならよ。違うんです。ふざけてんじゃない。重いんでしょうよ。ふざけてんじゃなくてですね。こういうこと言わねばならないんです。的なことで言っちゃうと、パニックになっちゃうね。やっぱりどこが走るんだよみたいになっちゃうから、はい、そこまで大々的にはできないけど、まあ、民放のゴールデンぐらいでちょっとやったりとか。あ、そういう特集みたいなやつで。うん、多少こうなんか、お前いるんなら大丈夫だなみたいな、岩月千夏みたいなやつちょっと入れて。岩月、若月若月って俺全然いつも。岩月って何俺いつも岩月って言っちゃいそうになって岩月じゃねえ、若月だ。いや、若月じゃなくて岩月かになっちゃうんでね。若月千夏みたいな。ああ、入れて、入れといて、ちょっと緩くして。緩くしてるみたいな。してるけど、ただ、実はとちょっとだけ。あんぞと。あんぞなのか、どっちかなんですよ。はあ、なるほど。いや、でも、どっちなんすかね、でも。ただ俺この話ゲラゲラ笑おうと思ったらさ、よく考えたら海外ですげえ地震あってそれどこじゃねえんだよ。やめた。違う話よ。ひでえな、お前。だってやばい、笑い出たら笑う。笑えないですけど、そうですよ。俺は今、不用意でこの話が始めて。俺が驚いてるのはイニザのその思想ですよ、まず。何が姿勢が笑おうと思ったけど、みたいな。そうそう、いや、俺の姿勢は、これで笑える話にしようと思ったんだけど、俺の場合に死者に弱い。はい、はいはい。人が死んだら笑っちゃいけないっていうのをゆるーく思ってる。そりゃそうですよ。ギリまでを、ギリまでは、ギリまではいけると思ってんだけど、だから俺もっともなら、窪塚洋介。はい。大笑いじゃん。ね、大笑いなんだけど。うまーでも、まあまあまあ、もしあん時死んでたら笑えてねえよ。笑えないですよね。まあ確かに結局こういう。だすごい俺多分、窪塚洋介のことを、日本で一番、二番目だ、あの変な、ぼーっとした女。神さん、神さんで二番目に心配してたの俺だと思うもん。
あ、じ来てくんねえと爆笑できねえと。来てくんねえと話せねえと。早く元通りになれと。元通りっていうのは、ゲーム街に出た時じゃないよ。その後の変な T シャツ着てるところに戻ってくる。あ、なるほど。またそこにみたいな。そういうことで、はい。ちょっと、話題変え、不謹慎だ、不謹慎。不謹慎な場合はですね。何あるか、あるか、あるか。あるね。ある、だから、なんか、ある、ああ、これだね。お。逆ナンパされました。マジで？え、どこで？エビスでですよ。エビスで。エビスで。ついに初めての逆ナンパですよ。それどんな老婆からそんな気持ち悪い。老婆から髪の毛何年いじってないのみたいな。どんな。髪の毛何年いじってないの老婆の方がいい老婆の方がいいいやいや、そこで乗られちゃってもみんなで老婆をどんどんリアルにしていっても何のプラスもねえから。また話題変えなきゃなんないですもんね。なんなくなっちゃうもんな。で、全然普通の可愛い女性にですよ。で、で、どういう流れでその絵の即売会に連れてくるその間の絵に即売会に。イルカみたいな絵ですよね。イルカみたいな絵だ。ものすごい綺麗なお姉さん。癒されるやつだろ。ですよね。ね、そうそう。あと一日コーヒー一杯よ。コーヒー一杯のことを、ここで決断できないでどうすんのどうすんのあんた一生負け犬よみたいな。俺初対面で俺負け犬になってんのみたいな。あれにはどう繋がっていくの？いやいや、そっちじゃないです。本当に。いや、まあ、その時に、日曜日のね、野球の企画でも出てるヤスいるじゃないですか。ああ、お前に輪をかけてブサイクじゃねえかって。ヤス、あのね、この。鳥柄みたいな。ヤス君っていうのとね、まあその若手芸人でそんな男前なやついないんですけど、割と普通の青年であるところの、ポテンヒットの園田君と秋吉君が男前の部類に入るぐらい。そうですね、はい。そうなんだよね。はいはい、わかんないけど、幼稚園でさ、一斉にさ、はいはい、もう好きな、自分の好きなお花の絵を描いてって言ったら、はいはい99% 灰色で描いてる子ばっかだから、群青で描いてる子は明るい子みたいな。で群青で描いてる子は、まあ、ちょっと大丈夫みたいな感じじゃん。若手芸人のブサイクで。そうですね。はいはい、その中でも、ヤス君とコリンズ君のそのブサイク度はすごいよ。本当に。まあね。あれね、善人なるブサイクさ。あれね。飯食えますよね。ほんとだよ。コインが落ちるよね、絶対。チャリンチャリンですよ。チャリンチャリン、プロ。プロお断りですよ、プロお断り。変な話だけれども、いろんな個性系外科とかの入り口のところで、はい、おいおいおい。やっちゃうぞ、俺。俺はここで追い返さないと、お前のオペレーションに関しての信頼性はなくなるぞっていう、ある意味オペレーションウルフですよ、そういう意味では。そういうやつなんですけど。それぐらいのやつくんの、まあ僕ですよ。いて。が、いて、うん、エビスね。逆ビューティーペアがいて。逆ビューティーペアがいて。逆ビューティーペアがいて。ノットビューティーペアがいて。いて。で、歩いてたら、女の人が結構可愛らしい、小柄な、ね。いくつぐらいの多分年の頃で言うと24歳ぐらいですかね。おいおいおい。22、3とか、まあそんぐらいの人が、おいおいおい。まあ普通に、まあくだらない話をしてて。くだらない話のところで、俺たちは逆難されたことないから、その逆難をいただきたいわけ少し。食べたいわけ、はいはいはい、少し、それを。はいはい、その甘味を、はいはい。甘露をチューチュー吸いたいわけ。甘露をスポイトに吸って、小さな布に染み込ませて、スン嗅ぎたいわけ、俺は。そのくだらない話もどれぐらいくだらなかったわけ？ドーナツってさ、穴開いてんじゃんさ、あれってなんで開いてると思う？わからないぐらいの。くだらねえ。それ、どれぐらいのグラニュー糖のグラニューって何？グラニュー博士じゃねえの？え、本当に？いや、想像。ぐらいの。くだらねえなぁ。どのレベルのやつ？いや、くだらないっていうか、まあ。我々若者世代は、割と無味乾燥な人生を生きているから、現実感があまりないんだけれども、空想力だけは意外にあるよね、みたいな。くだらなくねえから。結構アカデミックなのよ。すごい真面目な話。真面目な話だよ。どんな感じ？なんかでもそんな感じで、その、お前気持ち悪いな。お前パンティーに生まれ変わるなら何色？あー、そんな感じ。くだらねえな、お前。そんな感じ。くだらねえな、おい！どっちがいい？シルクがいい？コットンがいい？みたいな。俺シルクみたいな。ああ、取られたみたいな。うえぇ、まあ、俺もシルクがいいわみたいな。もうお前がシルクなら俺コットンにするわ。ブサイク同士が。はい。ね、欲しいもいいな。ねえ、ねえ、見てこそうだね、くだらない話をして歩いてたんですよ。歩いてたら。うん、で、したら、向こう、うん、もう、向こうの方から。その、小柄な。主人公が。主人公の女の子が来て。はい。しかもちょっとメガネを、僕結構メガネっ子が好きなんで。メガネをかけた、ね、小柄な女性が。声かけてきた。すいません。私、カシミヤがいいです。
知ってんの知ってんの つけてだろうなと思って。テンションバリ上がりでしょ。バリ上がり、バリ上がり。さらにですよ、そんなの。カシミヤかっていう。カシミヤみたいな。潜水はみたいな。そうだよね。男の潜水かとか知んねえけど。男同士で話してるよりは、はい、そこに女がね、パーティー要素のある話に入ってくればね。バリ上がりですよ、そんなの。ごめん、俺の想像にお前が食べられるのはやめて。あ、そうね、俺がお前の甘露を吸いたいのに、なんでお前が俺の汁でおかしくなってるのかわかんない。で、すいませんと。すいませんと。で、ちょっと道を聞きたいんですけど、みたいな。え、なんすか、道を聞きたいんですけど、みたいな。お前またお得意のあれじゃねえの、なんかあの、なんか何を元にしたかわかんねえ情報から、はい、あの、足をよく組み替える女は誘ってるみたいなのと一緒で、道を聞きたいんですけど、つって。まあ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 。なんか背中に手作りの大きな甲羅の着ぐるみを背負ってる人はやりたいみたいな、そういうやつでそいつが背負ってたみたいな。いるのそんな人。亀仙人マニアでいいんだよ、たまにさ。ね、甲羅は背負ってない。背負ってないです。背負ってないのに背負ってないですよ。で、まず道が聞きたいと。道が聞きたいと、うん。で、すいませんと。はい。なんか、天竺に行くのは。出た佐護城と悟空行き見つけみたいな、そういう。違う、それまたそれも違う。違いますか。なんかあんまある。ボケが多すぎて本数進まねえよ、お前。とあるね、とあるね。はい。とある。とあるお店を知りたいと。お、とあるお店を知りたい。知ってますかみたいな。知ってますか。で、僕全くそのお店、名前クリスチャン・ラッセンを知ってますかはい。はい、知ってます。興味はございません。あ、ございません。そっちはございません。そこだ私がこう出している、こう、あなたのこう、人生の中で最大のチャンスに興味がないと一言。それがなんか、こちらの方にちょっとポストカードがあるんですけど、ご覧になってくださいからの。はい。はいはいはい、いや、違う違う違うってだから、そっちじゃないんですよ。じゃないのじゃないんですよ。で、知らない、知らないみたいな。知らないと。僕も知らないんで、そのお店を。すいません、私はあの、16歳の時に強く頭を打ってから記憶が一切ないんで分かりませんと。そこまでは否定してないけど。そこまでは否定してないですけど。うんうんうん、で、まあ、知ってますかって聞いて。知らないだったの。だから知ら、僕ら知らない。いや、全然分かんないですけど。分かんない、分かんないです。じゃあすいませんって行こうとしたんですよ。はいはいはい。いや、ここで逃したら俺のメガネがと。カシミヤのパンツかもしれないのに、みたいな。あ、すごいね。俺ちょっと普通に感心しちゃった。なんでですか？なんかね、俺ってさ、はい、そういうところのさ、に関してさ、全くアンテナも経験も立ってないからさ、はい、今の流れの中で俺が想像するパターン当然あるわけじゃん。はい、次からどう邪魔してやろうと思うから、ね。この話の流れをどう邪魔するかで考えるんだけど、はい、今ってすいません、どこどこのお店知りませんかって言われて、河野の方が、ごめんなさい、俺わかんないさ、はいはい、お役に立たなくてすまないね、はい、って言って、あ、じゃあどう思って行くパターンが思いつかなくて、あの、じゃあ、みたいに向こうがノリノリの、いわゆるこう、嘘みたいな喜びのようにしかないパターンしかある。想像がつかないですか？そこでもう一回攻撃するんだ。そう、だから向こうがもう、だから、知られた喧嘩をもう一回買うんだ。知らないって言う、僕が言ったことに関して向こうが、あ、そうですか、じゃあ、すいません、みたいになった時に。はいはいはい。で、後ろ、くるっと向いたら、ちょっと待って、ちょっと待って。うなじのところに口がパカー！怖い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 ！こっちの口にも饅頭を食っていたんだよ！なんて妖怪でしたっけ？なんて妖怪だったっけ？なんて企画なツッコミのできねえ男なの。二面女だ、二面女。あ、二面女か。ねえ。あれ怖えんだよ。妖怪根付からでございます。で、それでいい。で、じゃあ、どんな店ですかみたいな。ああ、なるほど。どんな店ですか？それ、どんな店なんですか？うん。って言ったら、うん、メキシカンですって言ったんです。メキシカンです、私って。私このソンブレオを見てもわかるでしょ。メキシカンです。両手のマラカスを見ても。全然そういうの、全然。マラゲーニアーと口ずさんでるところを見てもメキシカンです。いや、全然そういうんじゃない、そういうんじゃないです。探してるお店はどんなお店ですか？母はスイス人です。は？基本的に有事の時には民兵として借り出されるので、家に必ず缶詰に入った、はい、あの、ピストルの弾と銃を持ってるのがスイス人ですって言ってた。スイス豆知識。どう対処してるの？スイスの国境沿いの一般人の家には、大きいその狙撃用の銃と、それから缶詰に入った弾があるんですよ。へえ。これでその缶詰に入った弾は、そうですね、開けたらわかるじゃないですか、後でチェックした時に。はいはい、だからお前絶対自分のために銃弾使うなよ、みたいな。そういう中立国になるからには、それぐらい軍備がきちんとないと、はい、中立国は貫けないんですよ、っていう。そうメキシコの話ですよ。メキシコの話。メキシコの軍の話知らねえもん。いや、挟んでくんなよ、じゃあ。なんでスイスをすんだよ。何の話までしたんだっけ？いや、だから、うん、だからいい、じゃあいいですっていう女の子を返したくないから、ああ、こっち逆も
こっちが逆に、いや、どんなお店探してるんですかって言ったら、はいはいはい、あ、あの、メキシカン料理のお店なんです。はい、メキシカンレストランですと。で、そこで、え、ちょっと待って、俺らメキシコ人に見えるみたいな、ちょっとそういう、いやいや、そういう感じのテンションで。あ、何？俺らメキシコ人みたいな、そういうなんかちょっと、お前俺とそんな関連なことない。俺のボケの、俺のせいだ。やばいなと思ったけど、なんか、こういうの着てるみたいな。ああ、メキシカン。ちょっと被っちゃってるとこが、あ、まずいなと思った。実際の話が被っちゃってるとこが。そう、実際の話が被っちゃってる。メキシカンです。つって、お、俺らはメキシカンじゃないですよ、みたいな。そうそう、見えないでしょ、みたいな。ちょっと待ってよ、みたいな。そう、見えなくないでしょ、どうやって、みたいな。すごいわ。それ、そんな些細なきっかけから話せるんだ。まあ、話すしかないなと思って。いや、なんか面白いじゃないですか。すっごい勉強になる。え？すんごい勉強になる。で、俺ら、いや、俺どっからどこ見てもメキシカンじゃないでしょみたいな、そんな感じで、ちょっとおどけてみせて。はいはいはい。おどけて。で、ゲラゲラ、まあ、笑ってくれたんです、たまたま笑ってくれたんですよ、その女の子が。あ、で、じゃあ探しましょう、一緒に、みたいな。はい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 。え、で、なんとお店なんですかみたいなで、名前をちゃんと聞いて、はいはい、で、あの、携帯。ルー・クンパラチータって名前にして。その仮にあの、ルー・クンパラチータ。え、ルー・クンパラチータ。ルー・クンパラチータ。ルー・クンパラチータ。うん、あの、嘘のメキシコ語で、あなたと出会えて嬉しいって意味です。嘘はい、嘘よはい、調べないでね。嘘だからね。嘘のメキシコ語。知らないメキシコ語なんか言ってない。うん、嘘だよ。ね、ルー・クンパラチータ。ルー・クンパラチータを、じゃ探そうと。みたいな話で。待って、こすな、お前。そうそうそう、多分。多分な、ルー君パラチータ一緒にありますよ。まあ、探してる時に。で、まあ、みんなでパーティーを組んで、パーティーを組んで。パーティーを組んで行ってる途中に、あの、洞窟へね。洞窟へ入ってる。もしくは街に入るか出るか、ね。テレプルペレット。お、変えて変えて変えて。変えないと、杉山浩一に金払わなきゃいけないから。ね、そうですよね。ちょっとファミコン壊れちゃったみたいな、まあ、そういう感じしますけど。で、それで、で調べてる間に。いつの間にチリビーンズべったりくっつけ、どうしたよ、お前。まだ行ってねえよ。もういるのまだ行ってねえよ。もういるわけないでしょ。まだこれからですよ。そう、旅始まったばっかだもんな。で、そこで、うん、まあ、僕が取った行動っていうのはもう、うん、ある意味、じゃあもう、どうでもメキシコ人じゃないでしょ、みたいな言っときながら、まあでもある意味気持ちはラテン系だから、みたいな。お、うん、もう完全に俺の中である意味ノリノリのスイッチが入っちゃって。来たぞ、お前、俺の股間のサボテンを。ねえ、うまい。ねえ、俺の股間のサボテン。うまく卑猥なことを言うな、サボテン。どうしたよ、おい、あんねえよ。うん、で、いや、じゃあこれ見つけちゃったら、じゃあこれ見つけるから、うん、見つけてちょっとコンパしましょうよ、みたいな。おー、すげえな、こんなん、すごいな、お前。そして伝説絵だな、お前。何の文章持ってんだ、お前。もう見つけたらコンパしましょうよって言って、したら、でも、みたいな感じ、いや、絶対見つけますから、いいですかって言ったら、はいって言った瞬間、もう、速攻で調べて。出た、お前の中のロボコップみたいなやつが、ペペペペペペペみたいなやつ。音立てない。ニューヨークの上のチームに一回変わってから、またもう一回ロックオンみたいなやつが出て、おもう、それで来て、でも、じゃあもう、一旦電話越しよう、みたいな。そこ。いや、ここでもうんって言ったらもう逃せないじゃないですか。え、メキシカン料理は3日あったの ?3 日ないうちから ?3 日ないうちからもう一旦もう電話番号だけは教えてもらわなきゃ。だって見っけてすぐ電話かけるぐらいの、俺たちこの後、この周り駆けずり回ってでも、はい、もうこの二人のパーティーのうち、一人死んでもと。っていうか、まあ、安が死んでもと。安を殺してでもと。見っけるから。で、いや、とりあえず、すぐ見つかっちゃったら、うん、もうその子は多分、なんか電話で聞いて、なんかもう、恵比寿の東口からすぐだよみたいなので、言って道に迷った感じなんで、あ、友達を待たしてる感じなんですよ。なるほど。ってことは、見つかっちゃったらすぐもう入って、じゃないとまずいからっていうね、まずこれ電話番号聞くしかねえな、みたいな。で、おい、でも、ちょ、とりあえず、探すから、みたいな感じで、で、とりあえず聞いて、で、まあいろいろ、携帯で、あの、アイタウンページみたいなやつ調べたら、あって、で、電話番号調べて、じゃあこれかけな、みたいな感じにして、おそれなんか店の人みたいな人が、外まで出てきてくれて、ああ、見つかりました、みたいな。うん。ほんと、じゃあ絶対コンパしようね、みたいな。うん。いつやんの？じゃあ、いつやんの？俺いつ開けとけ。バカ、俺はコンパ盛り上げるぞ、お前。おい、見たい見たい、すごいぞ、お前、俺コンパ連れてったら。マジっすか？ああ、ヨーロッパの甲冑の中でもギリシャの甲冑がなぜみんなに喜ばれるのかって話を延々とするぞ、お前。骨董的甲冑、ギリシャの甲冑。アジア圏。ん？極東、ここ。そんな食いつかないの、それ。食いつく？
だって女の頃に知ってるって言ってヨーロッパって甲冑のイメージあるんじゃない。だけど、ギリシャの甲冑が一番マニア受けするんだよね。はい。なんでだと思う？さあ。模様、模様つって、模様つって。模様？違う。違う。はい、こんなクソ女！お前はもう甲冑に興味がないのか？俺の言ってる甲冑の話に。気持ちまたエルメスだ、ビトンだ、そういう話か！バカ野郎！エルメスがお前に何してくれるんだ、バカクソ野郎、てめえの野郎。お前甲冑だったらいつもこうやってとっさに切りゃ、お前、向こうから飛んできたらカツンカツンだぞ、お前、ぶつかも弾も。エルメスで避けたって、お前、真ん中穴開いてる。カクッて、なんだよ。もっと楽しみにしてもらっていいですか？合コンでは。あ、ダメ？ダメですよ。クソ女とかご法度ですかね。女の子をちょっとおだてる、こう、話とか、あとや、おだてたり。ああ、もうそういうのは欲しいですね。そういうの欲しい。そういうの欲しい。そういうの欲しい。蒸気機関車の C57 は貴婦人って呼ばれてるんだよね。君と一緒で。さて問題。C と57、それぞれの意味するものは何？はい？何？さあ。お、さあ。こんな、くそんな手探りでもいいじゃん、なんか答えがするんだろ、やろ、わかりませんって、カメラ向いてる時にわかりませんって言ったら、お前のとこなんか全カットだ、バーカはぁ言うな。東城。素人だし、ほら、機関車だから、合成の渡辺くんも怒ってるよ。え？そんな、まあ、蒸気機関車の型式のナンバーに関して、そんだけわかんねえぞ。いや、だから、C は客車を引っ張るから C でしょうよ。いや、わかんない。お前もわかんないのか、それ C の客？客の C ですか？客じゃねえ、客席引っ張るやつは C って決まってんの？だからそれ知らないぞ、それ一般常識みたいな感じ言われても。ああ、そんな、よく合コンしてんな、お前。D は、D は貨物だよ。デホイちゃん、D は貨物だよ。こんなの。いや、そういうのは、いや、クソの人だよ。俺、伊集院さんは、ほんとね、大変ね、知識があるのはご存知なんですよ。はいはいはい。ただその知識のチョイスが間違ってる。な、それ合コン。で、別にね、僕、そう、女の子をそれおだてろって言ってるわけじゃないんですけど、女の子でも、わかりやすいね。うん。すごいみたいなね。さすが伊集院さんなんて言われるぐらいの、チョイスのネタを、うん。それは分かっててチョイスしたのがギリシャの甲冑。間違ってるんだから。なんで甲冑？ああ、違うんだ。甲冑じゃないでしょ？血液型占いの話とか。ああ、いい！そう、知ってるじゃないですか、そういうの。あ、そうな。あ、なんか全然食いついてない。血液型占いっていう感じやんか。はいはいはい。でも血液型をさ、変えるとさ、基本的にタンパク質っていうのはさ、その中にさ、他の情報を伝えられるような能力が一切ないから、血液型によって性格なんか絶対変わんねえよ。絶対変わんねえ。統計学的にも間違ってるし、データがもともと。はい。だから俺は血液型の話だ。ぶっ殺すよ、お前。むしろお前らが根拠があるのが血液型って言うんだって、逆にそれでもいい、そっち乗ってもいいけど、その根拠に基づいてあなたはこういう人だから嫌だみたいなことが差別じゃん、それ。完全な。だどっち転んでも血液型の話するやつはぶっ飛ばす。これが逆に言えば俺の差別かもしれないね。これ女の子に受ける、女の子に受けんだろ。断然。女の子に受けんだろ、血液型。全然受けないですよ、そんなの。あ、そう。もうね、濡れるもんも濡れませんよ。そんな話されたら。言い合いしなさい、ほんとさっきから。そんな怒られ方初めて。そんな怒られ者とか、そんな怒られ方。甲冑とか、遺伝子的に知らねえよだろ。投資したから。投資したから。そんなんじゃ濡れるもんも濡れねえよ。はい、流しちゃった。逆にこっちが流しちゃった。こっちが流しちゃった。ごめん。いや。師匠にもそんな怒られることないよ、俺。円楽師匠にもそんなこと怒られることないよ。円楽師匠の家に呼ばれて、そこに正座しろって言われて、そんなんじゃ濡れるもんも濡れないよ。ごめんなさい、ごめん。すいません。受けたわ、傷ついたわ。小さな子供の耳はそういう言葉の暴力でね、傷ついていくんだよね。本当に良くないわ。いや、もっとひどいこと言ってるじゃないですか、だって。何が？その俺の前で。俺がひどいひどいって言うけど、俺が今までどんなひどいことした？ああ、それは池田貴族さんが本当に死ぬ一週間前ぐらいに対談のスケジュール遅れていって、あ、すいません、寝坊して、っつって、すっごい顔色悪かったことぐらいだぞ。俺が今まで。悪いこと。それ悪いことしてますよね。うん、すっげえ悪かったと思う。かなり。うん。ちょっとお腹痛いんですか、それで、
それちょっと悪いな。なんかそれ、ショックだな、なんかショック。だけどさ。何ですか？それその、ちょっと話を戻そうや。戻しましょうか？ヤスってさ、不細工で。そこまで？そこまで戻る。そこまでびっくりした。そこ戻んなくていいや、あの。その何で、電話番号もらったじゃんか。もらいました、もらいました。で、これは厳密に言うと逆ナンパじゃないよ。ナンパだよ。いや、まあナンパって聞こえるかもしれないですけど、ある意味でもきっかけを作ったのは彼女じゃないわけじゃないですか。いやもう僕の中ではなんだこの弁護士おかしいな言ってんのこれおかしい俺の中ではね要はあの子が俺に話しかけさえしなければすれ違ってたわけですよはい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 でもあの子が声をかけてきたことによってはいねロマンスが生まれるかもしれないっていう、はい、だもう声かけてきた時点でこれはレイプじゃねえってことだよおまた飛んだなこの子すごい理屈のわどうぞ暴力的な若者たちのそういうこうひねくれ曲がったそういう理屈ジンさんジンさんそれ言ってんのレイプとかレイプじゃないと言ってるユージさんですって逆ナンパだと俺の中でも、まあ、逆ナンパじゃないって言われるのは百も承知で逆ナンパと言わせてくださいみたいなでもなんかすごいと思うよ逆ナンパされたんだって食いつきとは違うところに行ったんだけどすごいなそういうことで合コンセッティングするもんなんだと思っていやでも僕もこのパターン初めてですよびっくりしたいやーだけど大したもんだよな俺なんぼやとひでえなんぼや俺なんぼやとおいくら出せばいいんだよいくら出せばっていう話しかないよ淡姫たちのそれ以外のそれ合コンじゃねえのそれはそれは合コンじゃねえのまあまあまあどうですかねでもだけどさ俺本当にドキドキするぐらいそのなんかこうやりとりみたいのがすみません、すみません、その、お店探してるんですけれども、ル・クンパラチータっていう、その、はい、お店なんですけど、あ、おごめんなさい、僕らそんな、この辺、詳しくないんで、はいはい、そうですか、すみません。あ、でも、そのお店、何のお店ですか？あ、メキシカンです。いや、僕らメキシカンじゃないですよ。どっからどう見ても日本人でしょ。あ、こうしません、僕探しますから、そのメキシコ料理屋探しますから、もし見っかったら、連絡しますから、すぐに、この辺も始まって探して、すぐ連絡するんで、電話番号教えてくださいよ。あ、もしあと見っけたか月には合コンやりません合コン、みたいな、そういうことでしょまさにその通りです。すごいわ。まさに、うまいですね、ゆうさん。神が降りてきた。すごい神いたわ。いましたよ、神が。で、さ、その人はその、はい、ル・クンパラチータに入ってたわけでしょ入ってきました、入ってきました。仮にね。仮ですよ。はい、仮に。はい、名前は仮を使ってますよ。はい、福田和子以外は全部、全部仮にしてますけど、それ以外の方は迷惑かかりますから、他は全部仮名にしてますけど。はい、はい、仮名。K が確定しましたから、そうですね。それ以外は全部仮名してます。はい、店の名前とかも迷惑かかりますから。で、入ってって、で、もう今日に至るの？そうです。まあ一応、僕の中で、うん、なんかすぐ連絡するのもまたこう、あ焦ってんな、お前みたいな。ほらほら、パターン覚えたから、今度道聞かれたら全部それやろうと思ってるから、はい、もし俺が何かすいません、道聞かれて、はい、すいません、早水家具センターっていうのをすごい探してるんですけど、あ、それ知らないな、どうもすいませんでした。あ、すいません、何のお店ですか？家具センターだよ。みたいな。あれ、メキシカンじゃねえから、これどうしようもねえ。家具センターがどうやればいいのか、コーノに聞いてねえよ、みたいな。いや、またその家具センターのところで、ほら、ヨーロピアンのとか。家具は僕詳しいんですよ、みたいな。そうそうそう、そんなんで受け負えばいい。勝手な理由ですよ、そんなの。俺もだんだん学んできた。じゃあ、向こうが探してるところがドトールコーヒーだった場合はどうしたらいいの？あー難しいですね、ドトールね。しかもね、すぐ見えた方がやるの。俺さ、突っ込むかもしれないですね。なんで？あんじゃんみたいな。うん、あんじゃんあんじゃんお前、見てわかんねえのかよみたいな感じで、怒っちゃったけどごめんねーなんつって。あんな近くにあると思わなかったらどうもすいませーん。いやいや、だからちょっと待って。一旦そういうギャグやったんだからさ、ちょっと話さないみたいな。一緒にみたいな。おまわりさーんおまわりさーん私のフィアンセです。そうそう。びっくりするわ。すごい気に入ったの、俺、人と。びっくりした、お前さんにも。お前さんにすぐ。すぐ教えたいぐらい。速攻逃げたよ、今、50メーターぐらい。全然もう。もう後ろに。びっくりした、今。後ろに背負ってたズタ袋から上に脱がれそう。して、もう、着る勢い。持ってんの？着る勢いで。持ってんの？うん。あんまり触らない方がいいぞ、この人。あんまり触らない方がいい。お断りです。言ってください、ね、え、もう、電話まだかけてないの？だから、もう1週間ぐらいしたからかけようかなって。それがいいの？いや、でもまあ、僕の中で、まあちょっと、そんなに、焦ってないですよ、みたいな。でもちょっと暇だったからかけてみました、ね。これちょっと本当に真面目です。その電話はどうかけん。あ、もしもし。はい。あ、はい。
どちら様ですか？あの、この間の恵比寿で、ルックンパラチータ。ルックンパラチータ。はい。ルックンパラチータ。ああ、メキシカンの店。メキシカンの店、はい、探したほら、二人組の。あのメキシカンの店で、メキシコびっくりしたんですよ。メキシカンの店でご飯食べてたら、あなたたち二人組が銃を持って入って乱射して、あの時一緒にいた上司も死んじゃったし、警察じゃないんですか？俺、指名手配されてる？でしょ？メキシカン、ルークンパラチータで二人組したら、違う人、それ違う、本物のメキシコ人。じゃなくて、メキシコ人っぽいな、みたいな感じで、はい。一緒にお店探して、ほら。そっちどうしたの？そっちしかねえだろうよ。後の出来事が大変だったもんだから。確かに衝撃的だけどさ、強盗って。本当に三段の一部がすねを貫通したんですけど。当たってんの？当たってるの当たってるの。大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫だけど。大丈夫ね。歩ける？あ、この間いつでは、どうもありがとう。いや、もういやだから、ね、おかげでそういう災害にも巻き込まれたんですけれども。俺のせい？まあ、たまたまでしょ、それは。たまたまですから、まあ、仕方がないですけれども、一味なわけではないですから、仕方がない。一味じゃないよ。いや、何ですか今日は何ですか。いや、だから、ちょっととりあえず、時間空いたんで、あ、そういえば、この間、こういうことがあって、お電話番号聞いたから、どうなったのかな、ちょっと心配になって。かけてくると思わなかった。いや、それはだってかけるんだって、こっちとの必死ですからね。何に必死なんですか。そんな話したしたでしょ？したし、あれは何？あの約束は粋なの？粋ですよ、そんなの。当たり前じゃないですか。ああ、私の上司は死に。もう。その返しが分かんないよ、ね。二人組の片方の方の持ちた三段銃が。重心が切ってあった上で至近距離なのよ。出た！威力半端ねえじゃん。顔全然残ってねえ、顔が。大丈夫？大丈夫。まあ、私は顔ゼリーことは受けた？私は大丈夫。私はもう全然、向こうずねだから全然。向こうずねで済んだからラッキーだ。私の派閥の人じゃない、その人。生きなの。結構冷静？冷静。本当に？いや、ちょっと、これ、まあ、でもコンパほら。一緒にいた人は、気持ち悪い人。あなたよりもうちょっと気持ち悪い人。気持ち悪い。俺もね。まあ俺も気持ち悪いけどな。俺より気持ち悪いです。あなたより。ダメ、あれ。2ランク気持ち悪い人は。あなたが FIFA ランキングで、そうね、日本だとすると、はい、フランスぐらい気持ち悪い人。ね、結構強くね。気持ち悪い。俺より上じゃん。もちろん。いいでしょ。評価として間違ってた。俺より2ランク下って言ってたけど、なんか俺より上みたいな。気持ち悪さだよ。気持ち悪さが上だ。なるほど。そういうこと、すごい。難しいことよね。あなたもお笑いなら理解しなさい、会話のキャッチボールを。えなるほどね。なるほど。今のリアルだったね、今のは。うん、だから今度、合コン、よかった。いや、よかったらよ。じゃあ、いや。なんか、まあ、そういうのありよね。そういうのもあり。そういうのもありなんだけど。よかったらって言われたら嫌よ。いや、でもほら、それ、こっちもさ、三段中食らってんでしょ？まあね。常に。まあね。見たいじゃん、傷が。そうでしょ。日本語ぐらいであんまり傷。暗い方の三男女の傷。重曹を見たい、重曹。あ、そこまで言うんなら言ってもいいけど、何、ここに。まあそっちに、もう、うちはもうほんといろんなね、そういうもん、むしろ飢えてるね、男性陣が、ほら。あ、そう。多いんで。じゃあ、5万対5万で。5万対5万。できる ?5万、赤坂の日本海大橋で5万対5万。5万対5万。入りきんね。どんなにブレイクしてんの、その店。で、用意できるんないよね。え？連絡とか大変じゃん。5万人 ?5 万人。5万人、まぁ、ちょっと無理かしら。ちょっと無理。じゃあ、5人ぐらいにしない？ 5 人ぐらい。5人ね。うん、5人ぐらい、5人ぐらいの方がよくない？うん、5人、わかったわ。5人ぐらい。5人ね。じゃあ、ね、できれば、ほんとこれできればなんだけど。できれば、うん。可愛い子ごめんなさい。だったら、そっちも、かっこいい人出てきてよ。あ、もうそうなの、全然もういますよ。すごい太ってる人が好き、太ってる人は。で、既婚者で38ぐらい。連れてきて。いる言ったらもうめっちゃ重い。ただつまんない話とかされたら、私は大体、私たち女の子っていうのは話で楽しませてもらいたいから、基本的にはギリシャカッチューについての話。いるいるのもう私ね、昔すっごいね、不思議に思ってことあんのよ。そうなの？ヨーロッパのカッチューの中でもギリシャのカッチューがなぜ愛好家に好まれるかっていうことがすっごく知りたい。模様ではないみたいな。いるよ。私は模様ではないみたいだけれども。あのね、うちそういうの専門家いるから。この画像が聞けたら私ね、もうね、濡れてくる可能性ある。いるわいるいるいるの連れてきちゃうわ、俺。オッケーだ、そりゃ。よし、決まった。お店はどこに？いつどこにすんの？
何系メキシカンも食ったでしょ、この間。メキシカンも嫌な思いだ上司の顔がねえな。メキシカンタコスを噛みつこうとしたら誰か入ってくるとしか思わないもの、そんな。だよね。でしょ洋風そうねどっちかっていうと、肉でございますって言うんだけど、牛肉でも豚肉でもないの。何肉わかんない。何肉っていうと、逃げるようにその、乗ってくる人が厨房に帰ってくるっていう。安いとかそういうなんか味はねえけどなんだかわかんねえみたいな店あと、ありふれた挨拶をどうやら取引の合言葉に使ってるらしくて、いろんなことに巻き込まれるような店は嫌だ。いや、嫌なのか。いや、それは嫌だ。それはもうわかんない。そういう店知らないけど。外雨ですかって聞かれて、いや、降ってないわよっていうだけで、ハタッシュケースを5個渡されるような店は絶対嫌だわ、そんなの。嫌だね。だって言うもの、降ってなければそう言うもの、私。うん、嫌だ。嫌でしょ嫌でしょ嫌だ、全然嫌だ。そういうの嫌だ。中にアンプルに入って何かの液がものすごいたくさんあるのは、絶対私嫌だわ、もう。嫌だもう二度と嫌だわ。んもう二度とやらの、それはあるのあるの、あるの、それはね。あんの確か、カンパラチータであったの、そういうのは。違う、クンパラチータよ。クンパラチータであったの。覚えるくらいな、その店。で、そういう手数になるじゃんか。そういうか、どこまでそういうかわかんないけど。手数になりますよ。そういう手数になって、はい、合コンとかになってくと、はい、今まではどういう面まで合コンしてんのまあ、大体。5人って言われたら、はいはい、お前誰を選ぶの俺は誘ったことないじゃん。まあそうですね。いやでも、僕は全然誘いたいですよ。だけど、いや今までのパターンの。あ、今までのパターンとしては。合コンがあります。5人対5人ですと。はいはい、5ですよね。うん、まあ安。と、安が。こうの。はい。はい。あとは、クールズの森脇さん。あー、おなじみの。おなじみの。クールズの森脇、はいはい。クールズの森脇くんはモテそうじゃんか。クールズの森脇くんは一応リスナーの皆さんに言っとくと、モテそうなタイプですよ、はいはい、割と。ね、で、そういう女性の扱いとかも多分できそうなタイプですわね。はい、うん。これからいいのこういう時に自分よりモテそうなタイプは入れちゃって。いや、僕はもう本当、なんていうんですかね。ある意味僕は聖人みたいな。もう聖なる人と書いて聖人みたいな、コンパの時は。え、聖なる、え、聖は聖でも。そっちの聖って言うじゃん。お前、徳川幕府勢力図の聖じゃねえの勢いって言うじゃん。勢いもう分かんない。何を意味するの何を意味するのか全然分かんない。いや、もう僕なんかはもう普通にね、そのコンパの時は右の方を打たれて左の方を差し出すぐらいに、常、うんうん、に人のことを考えて、もう僕はいいです。またやる。じゃあその代わりとコンパの会場に二人組のメキシコ人が三男を持って。いや、もうその場合はもう真っ先に盛り上がるの。やつだから。打たれないだろ、お前それを。それはもう女の子とも縦にしますよ、ね。あと二人は。あとはですね、うん、そうですね。その時によるんですけど、うん、まだまあ相方向こうは結構かその今、まあ、今回のケースで言えば可愛いわけでしょ。可愛いです。当然その可愛い子ってのは大体こう可愛い友達を割と持ってたりするもんですから、はいはい、可愛い子が来る結構いい人が来るって、はいはい、で踏んだ時のメンバーですよ。そのフォーメーションですよ。そうですよね。西武戦じゃないですよ。もうホークス戦。なるほど。はいはいはい。ああ、どうしようかな、そうなった場合。うん。いや、でも、と、ああ、でも、サード面の、うん、まあ、また同じ。もう、同じ身の。今のね、若手芸人。サード面の二人とかは、結構。浜口と高橋。高橋くんとか。を連れていくわけだ。ああ、聞いてる人、ぼんやりだな。ぼんやり。だから、あんまりその、なんだろうな、っていうしかない。え、そのイメージを、まあ、で、ここから大事です。はい。向こうの、女の子は多種多様な女の子がいるわけじゃないですか、その女の子。はい。お前はどこをターゲットに行くわけ？僕ですか？一番綺麗で一番メインのやつに行くの？あ、僕一切行かないです。え、誰にも？いや、誰にもじゃなくて僕は、一番メインの一番綺麗な子。僕の役割としては、いつも僕のポリシーです。コンパに置いてるポリシーは、一番不細工な女の子と仲良くなるっていう。ポリシーです。まあ、そっかそっか、それが一番、あれなんだな、お前の好みにもあってっか。DVD でも響いてきてるんですけど。DVD 見てるとわかるわ。あ、その、うん、まあまあ、ブスって言ってもこんだけのね、今回はほら、メンズだから。メンズ想像するに。想像するに。中で一番人気がないっていうだけで、で、あんま、可愛くない。まあ、どうするとするじゃないですか。うんうんうん。もうその子を褒める。っていうのが、まずこう。ほー。褒めて、褒めつつ。まあ、あー、俺、できねえな。できねえな、それ。それできねえ。まあでも、あ、まあその、ごめんね。いつもこの理論でよく落ち着いてくるんだけど、まあ、中で顔も一番そんなに可愛くなくて、はい、性格もあんま良くないっていうのが一番ダメだよ。あ、ダメですね。それはダメです。それはもう、むしろもうみんな相手にしないです。
それコーナーも相手にしないの？まあ僕はちょいちょい。相手にするんじゃない？いや、そんなには相手にしないですよ。だから盛り上げようったらその子はまあ、なんていうんですかね、当たり障りなく。で、大体こいつがなんかわかんないけど、キャスティングボード握ったりするだろう。します、します。なんかそいつが、そう、じゃだからその二次会盛り上がりみたいな時に、はい、なんかわかんないけど、お前なんだよ、握ってる場合は、他の美人さんに対するせこむか、はい、お前みたいな。だからそういう。そういう握ってる場合で、また、変えるじゃないですか、対応。じゃ、その、接待が。握ってる、ブサイクで性格の悪い、その、このトンマルキを。ね、その場合は、握っ、キャスティングボード。武装集積を。どうすんだよ。もう握ってる場合はもう完全にもう、よいしょです。もう辛いですけど。それできねえな。よいしょです、俺は。それができねえな、俺。だから、あと、状況にもよります。だって今回僕がほら、セッティングするわけじゃないですか。うん。その場合やっぱ僕が進んで、その盛り上げるために、その、まあね、その、武士王、武士王衆。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 王衆席に行くわけですけど、例えばじゃあ違う人のね、セッティングした場合はっていうのもあるじゃないですか、そういう。ああ。その状況で、また、自分の取るスタンスを。衛生責任者みたいなもんか。衛生責任者。そうそうそう。だから、しょうがない。しっかりとね、名前が出てる以上は、みたいな。ああ。きっちりそこら辺やんなきゃいけないみたいな。ね、俺、こういう絵に描いたような合コンってしたことねえな。マジっすか？ほんとないな。たまたまその自分が落語の音、一番下っ端の弟子な時に、はいはい。俺たち、なんだかね、セバスチャンで呼んだけど、そのセバスチャンで来いって言われて、はい。こうなんかもうお店の店員以上に働く役で呼ばれる時あんの、なんか。へぇー。そういう時の俺っぷりときたらすごかったぞ。マジっすか？あ、天才セバスチャンとして呼ばれてた。なぜセバスチャンかがわかんないですよね。わかんない。なんかこう、奉仕する活動の役なんだけど、役割がセバスチャンっていう役で、とにかく場を盛り上げながらも、はい、その、その先輩たちの格を上げる役みたいのでは、生かされたことあるけど、はいはいはい、こう、対等のメンバーとして、対等のメンバーとして、行くことは、あんま、あんま、違うよそれはあんまなかった。いや、怒ってたから、怒ってたからさ。ポケット入れてみたんですよ。あ、なるほど。拾うな、この人は。もう、本当に。うわぁ、こういう立場で合コンって言ったことねえな。楽しいのかなぁ。もう。いやー楽しいと思いますよ、普通に。まあ、ただもしこのね、中でユンさんが来た場合だったら、もう全然楽しいと思いますよ。なんかさ、合コンのさ、まあ、俺たちが例えば合コン経験がないから合コンコントとかを書くとさ、つい王様ゲームと言うけども、はいはい、でも王様ゲームとかじゃないでしょ、実際は。そうですね、あんまやったことないですね、王様ゲームとかそういうの。何とかあの合コンの定番のやつ。定番っていうか。目つぶって手挙げるやつとかない、なんか。ああ、誰がいいとか、誰指してとか、そういうやつですか、うん、誰、こんなの誰がいいみたいなやつですか、ね、そう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 。はい、誰の動脈切っちゃうせーの、こいつ。シュワーブシュワーブみたいな。大惨事それ。大惨事。すごい大惨事それ。そういうのないの。そうないですよ。そういうのはないですよ。ないの。違くて。合コンのゲームとか知りたいリアルやつ。箱の中身は花咲きガニでーす。何それやっぱ痛いみたい。トゲだ、トゲだ。分かっててやるんでしょだって。意味わかんない。痛いよ、それは。それないの。ないですよ。いや、ないですよって言っちゃった。まあ。鴨の橋クイズイエーイ。オーストラリアに住む、はい、哺乳類なのに卵で吠える動物は何、はい、カモの足。正解。やったなんなのだから。そんなのクイズ。そんなのかな。出ちゃってんじゃん、答えが。出てます、出てます。あ、でも、まあ、でもそういうのもいいですよ、今の。逆に言うと。いやいやいや、クイズ周りのフォローの仕方によって全然ありですよ。ほう。いや、僕らもだからそういう意味で芸人として行く場合の合コンとかあるわけじゃないですか。うん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 。の場合は、そういうみんなのやっぱ、ね、チームワークで。チームワークで、ギャグにするっていう。でもそんな中で大体武装襲撃とかは、まあ、僕がそういう、その、こういう形じゃないまでも参加してた合コンにおいて、はい、その合コンのその下っ端にいた時において、はい、こういう時に、この、正面審査役の武装襲、元武装襲撃こと、はいね、肉だるま親方が、いや必ず、つまんないとか言う。言います、言います。その時に俺の手に持ってたジョッキの絵以外が残ってるかどうかだよね。問題はジョッキの取っ手以外が残ってるかどうかだよ。そのもうその時俺が行きますから。え？俺も切れるというタイプです。名実ともに内田で真紀子先生みたいな、その女が。その女がだよ。
ふざけてんのかと。お前はへそに描いた絵か、お前の顔はっていう、唐揚げのっていう。でもね、一旦、だから、そういう、ほら、ことを言うキャラの女とかは、あとは誰かに押し付けるっていうパターン。ああ、はいはいはい。で、ありえないぐらいこっちで盛り上がるっていう。うわー、ただその場合にその女がすっごいぶっさいけど性格も悪いんだけれども、はい、ギリシャの甲冑にものすごい興味あった場合に、俺が気づいたらそれを押し付けられてる可能性ある、あんだよね。いいっすか。いやいや、甲冑が好きだった場合ですよ。甲冑が好きだった場合。甲冑が。俺、そいつに対して俺より甲冑詳しかったらどうしようかな。もう言っても立ってもいられないですよね、それも。うわ、もう悔しくて悔しくて。じゃあヨーロッパの甲冑と日本の鎧の根本的な違いは何みたいなこと言われた時に、うわぁ、なる、日本はあんま撤退しないから後ろの守りが弱いかなぁ、そう、全然違うって言われたけど、うわぁ、もう何もかもズタズタだ。え、そっちのやりとり面白い。そっちのやりとり面白い見てると。ズタズタだよ、俺。面白がられた上にズタズタだよ、そんなに。そうですよね。そうか、合コンか。こんなこと10年前にこの番組始めた頃からやってるような気するけどな。今いくつだっけ？僕も29になりました。ってことは俺10年前この番組始めた時27、8なんだからさ、はい、できたんだ。全然できますよ。だって今でもだって全然できますよ、そんな。え、なんすか、なんすか、その、人形虫を噛みつぶしたような顔は。想像するにあんまいいことにならない感じしか思いつかない。ああ、でもまあ、それ結構多いですよ。やっていくと、いい合コンもありますけど、まあ、大したことなかったなっていうのが。いい合コンはどんな合コン？やっぱ女の子のテンションが高いっていう。高いと。女の子もノリノリで楽しんでくれるっていうのがやっぱ一番。みんなで楽しんで。その上お持ち帰りに。まあ、お持ち帰りできたら最高。そんなのはもうほら、もう僕なんか滅相もないですよ。滅相もないんですか？いやいや、もうたまたまね、たまたまおこぼれに預かるみたいな、のがあればいい方ですよ、それは。そんなのも全然期待してないですから、もっと楽しく。え、飲んで歌って騒いで楽しかったらそれでいいんだ。で、なおかつ、例えば、その、まあ、僕の知り合いの連れてきた女の子が連れてきた友達の、また友達と合コンするっていう、そういう新たな、そういう。合コン連鎖が。新規開拓みたいのできた時とか。うまーく長い棒がスポッて入ったから、次々と合コンができるみたいな。そうそうそう。あーは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 ー。だけど、それがうまくいかないとつまんないですよね。一切なんかもう。長い棒待ってるのに、あの、デコボコのボコっていう。そう、もうずーっと。ずーっとあればっか来て。あればっか来て。全然もう手取り線なんねえみたいな。なんねえみたいな。そうかー。だってもう外れは結構多いですね、外れは。外れっていうか、まあ結構そういう、で、要は。ブス欧州関肉だるま親方か。肉だるま親方。もう、結構いるんですよ。肉だるま親方でしょ。だから、そいつの影響力がやっぱでかいと、やっぱちょっとダメになる合コンが結構多いですよね。な、そんにね、そういう、その、親方がいらっしゃって、いらっしゃ、はい、横進館来ても、その、親方が来ようが横進が来ようが、はい、でもいつかいい合コンがあるために、そういうことも乗り越えられるわけでしょ。そうですね。みんな。はいはい、もうな、そんな嫌な思いをするんなら、いいのもいらねえでガスって思っちゃう。いい方もいらねえでガスっていう。いや、でも楽しいですよ、合コンやる。あんなに悲しい別れがあるなら、もう誰とも出会わないでいいでげす。ちょいちょい、ちょいちょい語尾おかしいんですよ。完全な童貞集がするんですよ。そう思うことが多いんですよね。そうですね。いや、でも一回やってみたら面白いと思うんで、ぜひ今度。俺ね、多分ね、自分でダメだろうなって思うことはね、はいはい、俺多分、絶対このお前が沿ってくれるメンバーだったら、一番年上だし、はい、一番上じ、えばってる席でやんじゃんか、はい。でも、合コンに行くパターンっていうのが、はい、その10代のケツから20代の頭までのセバスチャンの図しかないから、俺、条件反射でセバスチャル気がする。何飲んだの何飲んでんのみたいな。もうずーっと見ても。何飲んでて、こいつは何が好みでこうだみたいなやつを。その全部瞬時に。あれ瞬時から見ても。でいて、これ系統で連続で続けていくと、おそらく今口が相当甘いから、はいはい、普通のライムサワーか同じやつっていう選択になるんで、はいはい、ライムサワーと同じやつを頼んで、どっちって聞いて、でいて、違かった方俺明るく一気飲みパターンだな、みたいな。天才がいた、これ。処理班がいた、そういう。だろ？もうね、そういうのしか思いつかない、もう。すごい！それは重宝されますよね。うん。で、なおかつだって盛り上げるわけでしょ？盛り上げるし。
基本的には。早いよ、暗算。どういう風に割っていけばいいか。鶴亀さんが。鶴亀さんだから。女に対男3で勘定して、これが全部で5ペアいて、この人は少し遅めに来てるから、少し金額は安くていいはず。うまい。やつが、シューはい、オッケーです。2000円、3000円と1700円でございます、みたいなやつがスコンって出るから。すごいっすね。それはな。いや、でもそれはもう今する必要ないですよ、だから。まあ、僕、そこまでね、動けないですけど、僕とかは。そうじゃないパターン知らないんだもん。いや、普通にいて。ん？で、東京無線の番号暗記してたもん。泥酔してる奴が吐く寸前にうまくフェードアウトさせるのとうまかったもん、俺。あ、こいつこの分じゃ吐くから、今のうちに影に呼んで、そのまま東京無線乗せて、運転手さんに家をきちんと教えて行かせちゃって、でいて、あの子どうしたのって言われてることに、あ、先帰りましたよ、つって、まあ、の続けパターンとかしてたもん、俺。すごいなぁ。あれやりてぇ、また俺。別にあれ。セバスチャン、うん、あれをやって褒められるのが俺の生きがいだったから。あー、なるほど。あセバスチャンやるのもいいかもしれないですね、じゃあ。じゃあ、今度セバスチャンやるのか。あー。お願いします、セバスチャンで。あー、セバスチャンで一回もいい思いしたことねえな、俺な。でも、セバスチャンやってる楽しかったな。そういう意味では合コン楽しかったな。お願いします。うん。これで終わりでいいのか？じゃあ終わり。いつか。